今からですね、僕の近所の、美味しいコーヒー店のドゥーシーボーというお店に行きたいと思います。僕は何回か寄させてもらってて、これですね、ドゥーシーボーと読みます。まあ、車の名前みたいなんですけど、ちょっと入っていきたいと思います。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今週のコーヒー一つください。はい、作業してくれてあります。まさ、この店はどんなお客さんが来られます？割と年配の方。あ、年配の方が多いですか？年配の方、コーヒーマニアとしろ。ああ、コーヒー大好きな。はい、コーヒー大好きな。ああ、マニアの方が多いですね。ある程度そのコーヒーに詳しい方がよく来られるっていう感じですかね。はい、まあまあそんな感じですね。なるほど。ここはコーヒー以外には、お菓子、お菓子があるんですね。クッキーとか、はいはいはい、スコーンとか。あ、これですね。はい、これは何ですか？クッキーですか？それはビスコッティという。ビスコッティですか？はい、ビスコッティという片焼き、片焼きのクッキーですね。クッキーですかね、はい、あ、下の方にスコーンがありますね。そうです。スコーンは3種類ですね。今はもう3種類もっと容器あるんですけどね、もうちょっと売れて、はいはいはい、はいはい、あ、もうほとんどちょっとしかないですね、はい。コーヒーは、3種類置いてはるんですかね、今はね。はい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 、なるほど。ここは何コーヒーになるんですかね？ここはインドネシア専門の、インドネシアの専門の、専門のコーヒーですか？はい、インドネシアしか扱ってません。あーはーはーはー。ここはあれ、ブレンドじゃないんですかね？ブレンドじゃないです。もうストレートのコーヒーです。では純粋なコーヒーですか、ね、純粋の、まあ一種類ですね、ブレンドしてませんので。あー、なるほど、はい。どうですか、お忙しいですか？まあまあ、ぼちぼち。ぼちぼち。ぼちぼち、はい、あ、いいですね。ぼちぼちが一番ですね。ぼちぼちがね、まあそんな増えすぎひんし、うん、まあ、少ないこともないし、増えすぎひんし、まあちょうどいいところですね。なるほど。そうですよね。あんま忙しすぎてもね。忙しはなりませんわ、こんな店は。いや、そんなことないです。忙しくはなりません。うん、ね、宣伝もしてませんので、うん。はい、そうですよね。宣伝全くされてませんもんね。全くしてないので。ね、チラシも何も入れてないので、はいはいはい、だから知ることができないんですよね。そうですね、もう探していけありますね。そうですよね、知る人の知るお店、うん。で、お客さんはなんか3種類に分かれるって言うんですけども、コーヒー飲むだけの人と、はい、それからコーヒー豆を買う人と、うん、それからお菓子、お菓子を買う人と、はいはいはい、もう3種類の方が多いですね。だから喫茶、まあ、兼ねる方もいますけど、はいはいはい、はい、だから喫茶される方は少ないんですかね。喫茶される方は少なないですけど、うん、リピーターの人が多いですね。喫茶される方は。なるほどなるほど。そっか、僕もね、何回か来させてもらってて、はい、いつも美味しいコーヒー飲ませていただきます。ありがとうございます。で、うちのね、店のカードも、あ、今ちょっとなくなってますね。置いていただいたりもしてますし、あとね、ここのお店の、詳しい、内容というか場所とか住所とかはまた説明欄にね、載せさせていただきますんで、はい、興味のある方は一度見ていただいて、来ていただいたらいいと思います。ですね、火曜日から土曜日ですよね。はい、火曜日から土曜日です。時間は、営業時間は、朝の10時から夕方の5時、5時までですね、はい、はい、なるほど。まあ来る前に電話して来られた方が確実ですよね。まあまあ、はい、うん、席をね、もう3席ですよね。はい、和室の方も申請しましたので、うん、使えるようになりました。なるほどなるほど、はい。一応ここでマスターと喋ろうと思うと、はい、この3席の席、場所ですね、はい、ここですね、はい、この2席と、
それと外側がこの一席。あ、それと、そうですね、外行ってみましょうか。外テラス席がね、これが、2人座れますね。そろそろコーヒーができますかね。ありがとうございます。コーヒーが ね、手間かけて作ってます。そうですよね、すごい。パッパッパッとできるんやったらいいねけどありがとうございます。結構修行的にはどんな感じでしたかね。修行で、まあ、コーヒーを入れるのは、まあ、あの誰でも入れられるんですけど、コーヒー焙煎の方がね、やっぱり、あのちょっと時間かかりますね。はいはい、焙煎機もありますもんね。その夜間がいいですね。その夜間がね、黄色のやつはなかなかないですね。ああ、そうなんですか。赤は多いんですけどね。黄色はあんまりないですね。そうなんですね。入れ方もいろいろあるんですよね。いや、もうそんなあの、難しいことはないんですけどね。あ、そうですか。はい、でも僕らみたいなのとちょっとなかなかできひん感じ。いやいや、何倍も何倍もあの、やってるうちにもう慣れてきますよね。慣れてきはるんですね。一応その型というかそういうのがあるんですか。いや、型なんか入れ方でこういうポイントがあるとかそういうのも、まあ何箇所かあるんですけどね、あのまあそんなに難しいもんではないですね。あ、なるほどね。まあ、機械で入れたら楽なんですけどね。まあ、手でいっぱいいっぱい手で入れるのが、まあ、真心込めて。そうですね、はい、今も大きいとこはみんなあのサーバーで入れてますわね、あの機械でガーッ、はい、ああ、なるほど。それはもう絶対しないんですよね。いや、それできないですできない。なるほど。機械もないし。あ、出来上がりますね。はい、できました。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちでよろしいですか。ああ、どうぞ、はい、ありがとうございます。置いてください。これが出来上がりのコーヒーです。じゃあ早速いただきたいと思います。じゃあここまでありがとうございました。